テキサス大学ダラス校は、米国テキサス州リーチャードソンに本部を置く、アメリカ合衆国の研究型大学である。テキサス大学システムの一つ。通称、UT ダラスもしくは UTED。1969年に創立された。1961年に、テキサスインスツルメンツの研究機関の一部、グラデュエートリサーチセンターオブザ・サウスウェストとして、設立された。 1969年に、博士課程の大学院生のみを受け入れる、大学院大学として、テキサス大学システムの一つと認められて、大学となった。その後、1990年から学部1年生の、受け入れを開始した。2009年に、大学開校40周年、また、学部1年生を受け入れ始めてから20周年、記念となった若い大学である。 US ニュースワンドワールドレポート市の2011年版裁量のカレッジではテキサス大学ダラス校を第一層にランク付けされた。テキサス州の公立大学の中ではテキサス大学オースティン校とテキサス A&M 大学に次いで第3位に当たる。メインキャンパスはテキサス州ダラス近郊のリチャードソンにある。約1000エーカーの広大な敷地面積を持つ。また、 テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンターの近くにもキャンパスがある。新入生のサット平均スコアは毎年1200を超えており、これはテキサス州の公立大学で最も高い。ファウンダーズビルディング DI の研究機関を前身としているため、設立当初から研究型大学として発展してきた。学部1年生受け入れ開始からわずか20年で、 ティアーマイナス1の研究型大学になるなど、特に近年の発展は目覚ましく、2010年8月における、研究費は8500万ドルとなり、過去4年間で60%以上増えている。また、カーネギー財団による評価では、ユーテドは、高い研究活動を行っている機関に、分類されている。研究では特に、宇宙科学、コンピュータセキュリティ、ナノテクノロジー、 行動科学や脳科学等の50以上ある研究センターを中心に高い評価を得ている。現在までに3名のノーベル賞受賞者が所属しており、また4名の全米アカデミーズ会員を要している。その他の関係者は、英語版関係者リストを参照。ありがとうございます。